Cat Day. Celebrate with crappy photos. 今日は「ニャンニャンニャン」「ミャウミャウミャウ CatDay」Cat Day ということで JapanTimes からちょっと面白いニュース持ってきました。では見出しからいきたいと思います。 It's cat day 今日は猫の日。Let's celebrate! お祝いしよう !With crappy photos! はい、crappy。えー、これですね、まあ、ダメなとか、やり損なったという意味があります。crap で、あのー、もう最悪とか、くそとか、失敗したとかね、もうあのダメなものを指して crap、it's crap 結構使ったりするんですけども、この crappy photos が今日話題になっています。 February twenty second is cat day in Japan as the date two two two. can sound like meow 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 meow. While many people online are showing off, showing off 見せびらかすですね。これよく使いますね。showing off the cutest photos of their fur babies.fur だと毛皮 the fur baby だと毛皮のある子供という意味で、まあ、犬とかワンちゃん、猫ちゃんね。なんか毛がある、すごい可愛らしい存在を表すときに使います。Others are passing less than flattering pictures これポイントです。less than flattering この表現私今日初めて知ったんですがお世辞 抜きのという意味だそうです flattering、えー、でお世辞のとかいう意味があるんですけどそれよりも less than なので少ない、ね、以下なのでお世辞抜きの Pictures of the kitties with the a s h t a g Crap is t cat photo competition 猫、ね、の写真下手くそ選手権 It puts together Japan's two favorite things、えー、これはもう日本人日本がね好きな2つのことを思う 合わせ技みたいな感じで一緒にしたような感じです。online competitions for crappy photos.online ね、オンラインで、ネットで competitions、えー、competitions 争うこと。for crappy photos なんかちょっとやり損なった写真とかを見せること。まあ、これが日本人が好きな一つのこと。そして、and of course もちろん cats 猫です。というね。after looking through piles of blurry messes. blurry はぼやけたという意味です blurry mess mess はちょっともう散らかっている状態とかなんかちょっともうめちゃくちゃな状態 blurry messes ぼやけた変な写真 here in some of the highlights をちょっとここにいくつか載せますねハイライトでということでいろいろ載ってるんですが可愛い,い写真がですねブレッブレのやつとかあるけど、えー、すごく面白いです飛んでる猫とかもいますねはい。 ニャンニャンニャンのキャッティーということなんですが他にもね「ニンニンニン」で忍者のニュースとかもありましたね。